2015年4月に公開されるや、空前の大ヒットとなった龍造と7人の子分たち。平均年齢72歳のじじいたちが暴れ回るという前代未聞のこの映画、監督はもちろんこの人、北野武。しかしこのナレーション、私でいいんですかね。年は近いけど敵なんですよね。まあとにかく行ってみましょう。この映画、そして北野武を巡る旅に、龍造と7人の子分たち、北野流ジジイ映画の作り方。ダメですか。撮影が始まったのは2014年4月。17作目の監督作品となるこの映画は、前作アウトレイジビヨンドとは打って変わり、95年のみんなやってるか以来の笑いを前面に押し出した作品となりました。北野組を支えるベテランスタッフ、監督が到着する前に全ての準備を終えているが、それでも何が起こるかわからないという。もうちょっと上半身だけでいい。独特の緊張感が漂う中、富士山も黙々とリハーサル。で、次です。この片手になってもらって、こうなりました。はい、そうです、そうです。そのまま真っ向で、その、もう一回来ますから抜き取ってもらって、で、はい、そこへ監督登場。つくや否やすぐカット割りをして撮影準備。ちょっと上げていただいていいですか。無駄な会話は一切ない。これくらいのサイズでいいですか。ああ、はい、おいで。お父さんが出てきた。父さん、あ、そうか、行くでいいや。はい、じゃあ振り返った時の、はい、これ持ったらこっちからこっちから、はい、わかりました。それで、こういうふうに、わかりました、はい。